本日のおもてなし福岡はキリッと濃厚な豚骨ラーメンが味わえるろくでなしです。新宮中央駅から徒歩12分で福岡市と北九州市をつなぐ国道沿いにあります。福間ラーメンという名が付く通り本店は福間にあります。創業からまだ10年も経っていないのですが、すでに地元の方の熱い支持を受けている人気店です。オープン間もなくの来店なんですが、すでに結構お客さんが入られていて、その後も続々といらっしゃっています。ラーメンはこってりとあっさりが選べて、辛麺もあります。セットメニューは写真付きで分かりやすいですね。こちらのトロトロ軟骨は名物だそうで、注文して食べてみましょう。15時からは居酒屋メニューも注文でき、17時になると焼き鳥もいけるんですね。こちらのお店は居酒屋利用される方も多そうで、夜な夜な地元の方々が集う姿が想像できますね。ろくでなしさんの高菜はかなり辛いようなんで、後でいただいてみます。これは濃厚そうですね。継ぎ足し継ぎ足しの呼び戻し方式のスープです。泡がブクブクしていて、しっかり豚骨の香りがします。ちなみにあっさりの方は豚骨臭はせず、一風堂さんのラーメンのようなマイルドさでした。いろいろ選べるので豚骨が苦手な方も一緒に来られるお店ですね。チャーシュー麺ではないんですが、チャーシューがたくさん入っていて嬉しいです。ろくでなしさんは2014年に福まで創業し、現在は宮若とこちらの新宮の3店舗展開されています。中学の同級生同士での開業のようなんですが、子供の頃に将来一緒にラーメン店を開こうと語った思いを忘れずにお店を出されたんそうです。大将の中村さんは一風堂で修行された方が展開するラーメン店に就職され、ラーメン作りにのめり込み、独立を考えていたタイミングでの同級生の一言がきっかけになったようです。ちなみにろくでなしさんの企業名は株式会社キングオブルーキーなんですが、この流れで思い浮かんだのはもしかしてブルーハーツさんがお好きなんでしょうか。ブクブクしていてとろみがあるようなスープです。極細麺にしっかりスープが絡んでいます。ツヤツヤしていてこれはうまそうですね。パンチありますね。塩気は強すぎず程よいすっきり感もあります。この食感好きです。茹で加減もパシッと固めでいいですね。ガツンと豚骨なんですがあまり癖はありません。餃子も美味しそうなので注文してみました。具材たっぷりのいわゆる中華餃子タイプです。こちらも食べ応えがあって美味しいです。そしてこちらのお店の名物豚足ですが、お肉がホロホロしていて軟骨はトロトロで、これはお酒のあてにもいいですね。焼酎がガンガンいけちゃいそうです。味付けがちょうどいいジューシーなチャーシューですね。高菜で味変してみます。ろくでなしさんがある新宮という地域には北欧家具の池屋さんがありまして、九州地方ではなんと新宮に1店舗しかありません。
福岡以外からも来られる方が多い地域ですので、池谷さんに来られる際はぜひろくでなしさんにも立ち寄ってみてください。